ホッケアハゲリスファ225ビュッケブルクのヘリコプター博物館に展示されているホッケアハゲリスファ225の模型ホッケアハゲリスファ225は1942年にドイツのホッケアハゲリスで製作された短座の回転翼を備えるグライダーの実験機である。一機のみが製造された。第二次世界大戦の前半に DFS230 バイト強襲グライダーは主に 兵員と物資を降下させるために使用されていたが、比較的大きな着地地点を要するという運用上の、政権が判明した。ファ225は18メートルかそれ以下の距離で、滑空降下可能なように、フォッケアハゲリスファ223の、回転翼と DFS230 バイトの胴体を、結合して生み出された。回転翼は、機体の重心上の支柱に据え付けられ、胴体の両側と、 機体後部には強化された長い膠着装置が取り付けられた。ユンカースジュ52、3メートルに栄光されたファ225はカールボーデの操縦で初飛行が行われた。この機体の製造にはわずか7週間しかかからなかったが、比較的低速の栄光速度と運用ドクトリンの変更により量産には入らなかった。出展、諸原性能、ありがとうございます。